白土がわずかな鉄分でこういう色になることはあることはあるけど、うん、耐火性の強い赤土、本当にね、赤土なんて弱かったら真っ黒になったりグレー色になったりするので、還元かけると、でこの2つが久しぶりに出てきて、あんま記憶にないぐらいないけど、こっちは特に、これはあの覚えてる、カーリキセトヤって英次郎さんがね、いいものを持って見えるけど、典型的な桃山の平向漬け、削り出しして、ここの腰のこの角、この角の微妙な柔らかさ、削りね、素晴らしい。やっぱさ、こういう焼き物ってすごい強い、割れにくい、割れやすい、割れやすいのか、なんか、いや、さっきから言って通るように、そのもぐさ土はそんな焼き切れる土じゃなくて、ダラダラに水漏れする土なので、柔らかい。でも、今でこそ、現代でこそ柔らかい部類に入るけど、当時は陶器しかなかった、もしくは中国から輸入された美しい磁器や青磁、そんなものはもう雲の上の存在で、これでも大衆的ではなかったとね、まあ僕もそう思うけど、柔らかいとは感じてないはず、昔の人はね。でもね、昔の人が一般的に使っとった皿っていうのは、素焼きのみの皿とかを使っとったってことかな。ああだよね。だから釉薬がかかっとる焼き物はもう贅沢品っていう感じだったのかな。まあそうやと思う。そうだよね。あの弾きなどが近畿東海で紙コップとか紙皿みたいに使ってたと。で模様のある美しいものが桃山から出てきた。でそのうち伊万里で国内国外に大量に作られるようになって大衆化していった。まあ土の柔らかさはもう柔らかい。本当に、もうこれは焼き直しの話前回しましたけど、まあそういうことで本当に微妙な差で、なぜか陶片になっちゃったという、もうこれもね、まさにご縁ですよ。縁があって、たまたま今僕はこれただ持ってるだけで、はい、こんなとこです。ありがとうございました。下噛んだ。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。